吉田清秀吉田清秀から1918年2月18日は幕末の薩摩藩士、明治期の内務官僚、養蚕家、感染埼玉県知事、救命、製造。薩摩国鹿児島郡鹿児島城下鍛冶屋町で薩摩藩士、吉田中八の三男として生まれる。慶応4年に1月母親戦争において、東西軍沈武士、西恩寺金持ちに随行し、 三人道に従軍。同年四月、北陸道新軍大将二田方差し引き役となる。同年六月、越後国長岡城攻撃に参加し、長岡市長参謀本営より、北陸道総大将二田方に任じられた。明治二年三月、母親の選行により、小天六六国を菓子された。薩摩藩に出資し、民事奉行見習い、自童服役、民事奉行を歴任。 明治政府に出資し、明治4年11月、東京府県展示に就任。以後、同展示、下議院御用係、東京府大族、坂田県七島出資、県七島判事などを歴任。1876年6月、埼玉県県三事に転任。以後、同省書記官、同大書記官を経て、全県令、知らね助けの死去に伴い。 1882年3月、埼玉県令に昇進。1886年7月、地方間官制改正に伴い同県知事となる。産業振興、特に産事業振興に力を注いだ。一方、反発政府に忠実な県政運営を行い、加藤正之助、星野平米など、立憲改新党系の勢力が多数であった県会と対立。 秩父事件では軍隊を導入して鎮圧した。1887年には独断で県庁を浦和町から熊谷町に移転しようとしたが、加藤正之助らにより阻止された。1889年12月、知事を非職となる。1892年12月25日、非職満期となり退官した。1890年、小玉郡本庄町に移住し、養蚕の指導。 総演の経営などを行った。1891年、日本産種貯蔵の設立に加わり、後、第三大社長に就任。産種業振興の功績により、1910年7月12日、ジュ法賞を受賞した。イエール大学に留学した長男の哲太郎。1889年、帰国後、山田彦八海軍中将の妹と結婚し、 安政銀行取締役となった。ありがとうございます。